どうも、YouTube。今日は西新井ハートセンター安部先生による、ヘフペフ患者さんのアミロイドーシスのお話、お願いします。よろしくお願いします。西原ハートセンターの阿部です。今日はヘフペフという越えられない壁の理由を考えてみたということで、ヘフペフトライアルの、軌跡を考えてみたいと思いますけども、そこにおける新アミロイドーシスの存在に注目してお話したいと思います。まずヘフペフに挑んだ薬たちということで、これまでヘフペフには、たくさんの薬が挑んできたわけなんですけども、そこに関してちょっとまずおさらいをしてみたいと思います。まず ARB ですけども、アイプリザーブ試験、こちら2波2以上で EF が45%以上である年齢60歳以上の心不全患者さんを対象とした試験で、オールコーズですと、心臓関連の入院をエンドポイントとしてますけども、イルベサルタンはプラセボに対して優位性を示せなかったという試験になります。で、ベータブロッカーに関しては、ペフに関してもかなりたくさんの論文があって、効かないとか効くだとかっていう論文が混在してるんですけども、それに関するメタアナリシスが2018年に出ていて、こちらを見てみると、レフの患者さんでのベータブロッカーの有用性っていうのはもう確立してるかと思いますけども、やはり40から49%ぐらいになると少し怪しくなってきて、50%以上になると、メタアナリシスをするとやはりベータブロッカーはペフに効かないという結論になるかと思います。で、MRA で一番有名なのはトップキャットかと思いますけども、症候性の心不全患者さんで EF が45%以上の50歳以上の患者さんを対象とした試験で、左側が CV です。右側が心不全再入院になりますけども、CV ですを見てみると、スピロノラクトン群はプラセボ群と、ほとんど変わらないような用語だったということです。で、心不全再入院に関しては、スピロノラクトンは P 値0.04で、イベントを抑制したということで、現状、ペフに使うなら MRA っていうのは意見が多いかと思いますけども、やはりプライマリーのエンドポイント、死亡に関しては優位性を示せてないというのが現状です。で、記憶に新しいアーニーのパラゴンハートフェイラーですけども、こちら2波2以上で EF が45%以上である50歳以上の心不全患者さんを対象としていますけども、こちら P 値が0.059と、ギリギリ優位差を示せなかったというトライアルになります。エンドポイントは CV ですと心不全再入院で、患者さんのポピュレーションによってはペフでも効く層があるんじゃないかということが言われているかと思いますけども、やはりプライマリーのエンドポイントとしては優位性が示せなかったというのが、最近の研究かと思います。で、ガイドラインでもレフに関しては ACARB、ベータ、MRA は、いずれもクラス1の推奨を得てますけども、ペフに関しては ACARB、ベータ、MRA、アーニーいずれも 2B の推奨にとどまっているというのが現状かと思います。で、心不全治療薬がなぜヘフペフに効かないのかということなんですけども、やはりその原因としてはヘフペフのフェノタイプっていうところがかなり関連しているかと思います。これまでも JCO で、たくさん、紹介されてますけども、ヘフペフっていうのはやはり、いろんな要因が、絡まって、ヘフペフという病態を示しているというのが特徴があって、ここに挙げてあるように、肥満だとか虚血だとか、肺機能だとか心房細動だとか、はたまた、骨格筋の量だとか、そういうかなりたくさんのものが絡み合ってヘフペフという病態を示しているということが、一つの薬が有用性を示せない原因かと思います。で、ヘフペフはヘテロな集団であるということが、最近広く言われていて、ヘフレフっていうのは虚血と非虚血などの違いはありますけども、治療に対する反応性っていうのは比較的ホモジェナスな反応を示せますが、ヘフペフっていうのは、ここに絵に描いてある通りで、本当にいろんな患者さんを含んでいるので、なかなか有用性が見出せないというのが現状かと思います。で、筆者らが注目したのは、ヘフペフのこのような患者さんの中に、ある一つの集団、新アミロイドス患者さんが入っているということが、一つこのような薬が有用性をなかなか示せない原因なのではないかというのが着目点です。で、アミロイドーシスに関して簡単にお話しさせていただきますけども、これすべてご紹介すると10分20分では到底収まらないので、ちょっとポイントだけお話ししますけども、まずアミロイドーシスの病型ですけども、こちらで覚えとかなきゃいけないのは3つです。で、AL アミロイドーシスと ATTR のワイルドタイプと ATTR のバリアントっていう3つですけども、
まず一つは AL アミロイドース、一番上のところになりますけども、こちらは形質細胞の異常によって免疫グロブリン受容差が産生されることによって、まあ、これがいろんな臓器に蓄積して、症状を起こすというような疾患です。ご覧になって分かる通り、心臓、腎臓、肝臓、末梢神経、いずれにもまあ蓄積するような特徴があって、大体発症は60歳前後と言われています。で、下2つの ATTR っていうのは、トランスサイレチンっていうような物質が、臓器に沈着することによって発症する疾患で、その中でも上の ATTR のワイルドタイプっていうのは、昔の病名でいうと、この老人性全身性アミロイドーシスってことになりますけども、まあ、老人性っていう言葉が入っている通りで、加齢によって発症する疾患と言われています。で、加齢によって後天的にトランスサイレチンが産生されて、これが蓄積することによって発症する疾患で、心臓に蓄積しやすいというのが一つ特徴で、また手根管症候群の合併が多いというところも特徴かと思います。で、やはり加齢によって発症する疾患ですので、発症年齢は60歳以上、高齢になればなるほど罹患率が増えていくというような疾患です。で、一番下の ATTR のバリアントは、昔の病名でいうところの家族性アミロイドポリニューロパチーになります。まあ、家族性っていう名前がついているところからも分かる通りで、これはトランスサイレチンの遺伝子変異によって変異型のトランスサイレチンが産生されて、これが心臓とか末梢神経に蓄積して発症する疾患です。発症年齢はもうかなり幅広くてですね、20歳から60歳ぐらいまでと幅広くて、まあ、どのような遺伝子が変異しているかによって病形がかなり異なるというのが特徴かと思います。で、まあ、今日は心臓に蓄積した心アミロイドーシスの話なので心臓に関してお話しすると、心アミロイドーシスの予後は不良であるということが言われています。こっちは AL と ATTR の2つに分けてその自然歴を見てますけども、まずはじめに緑側の AL アミロイドーシスを見ていただくと、1年での生存率は 20% と、まあ、かなり予後の不良な疾患であることが分かります。で、ATTR の方は AL に比べると比較的予後は良好なんですけれども、まあ、それでもやはり3年での生存率は 30% 前後ということになりますので、一般的に心不全の5年予後は約 50% と言われていることからも考えると、やはり心アミロイドーシスの患者さんというのは予後は不良であることは分かるかと思います。で、心アミロイドーシスの形態的な特徴についてお話しすると、心基部位の心肥大、対称性もしくは非対称性の心肥大、右室壁や心房中核の飛行、左室の屈出率は保たれることが多いということで、まあ、これ聞いても分かる通り、やっぱりあまりパッとしたあの特徴がないというところが一つ問題点です。で、エコーで有名な所見があって、グラニュラースパークリングだとか、アピカールスペアリングだとか、まあ、なんとなく聞いたことあるかと思いますけども、まあ、このような心アミロイド質に特徴的な所見はあるんですけども、まあ、いずれも感度は非常に低いということが言われていて、まあ、このような所見がないから心アミロイド質じゃないとはなかなかやっぱり言えないというところが問題点です。まあ、これらの形態的特徴から見ても分かる通りで、心アミロイド質というのは HCM とか HHD と診断されている中に、まあ、それなりの数含まれちゃってるというところが可能性として挙げられています。じゃあこの心アミロイド質が実際にどれぐらいいるのかということなんですけども、こちらはですね、ヘフペフという診断がついている人で、亡くなった方の心臓を冒険した結果になりますけども、65から79歳の患者さんで見てみると、の心臓を見てみると、約 10% の患者さんの心臓にアミロイドの沈着を認めました。で、80歳以上で見てみると、まあ、なんと 40% の心臓にアミロイドの沈着を認めたということで、になります。で、まあ、この 40% の患者さん全員がですね、臨床的意味のあるアミロイドの沈着だということではないので、まあ、実際にはこれより心アミロイド質が問題になっている患者さんというのは少ないと思いますけども、まあ、我々が予想している以上に心アミロイド質というのは高齢の患者さんでは多いというところは一つ、注目点かと思います。で、心アミロイド質の中でも特にこの ATTR のワイルドタイプですね、加齢が原因となって、蓄積してくる疾患は、性差がありまして、男性が圧倒的に多いということが言われています。こちら2017年のヨーロピアンハートジャーナルに ATTR のワイルドタイプに関してまとまった報告を、まあ、3つまとめた報告になりますけども、女性の罹患率見てみると 19%、11%、2% ということで、まあ、男性の割合が圧倒的に多いということがわかります。
で、ここでまあちょっと考えてみると、アーニーのパラボのハートフェラーのサブ解析の、まあ、EF と性別によってどれぐらいの患者さんが効くのかという、まあ、比較的最近よく目にする図かと思いますけども、このグラフからはですね、男性は 45% ぐらいまで、女性は 60% ぐらいまで、まあ、アーニーが効果を示しましたということが言われていて、まあ、この図からはですね、女性のヘフペフは 60% ぐらいまで効果がありそうということが強調されることが多いかと思いますけども、逆に男性の方を見てみると、45% ぐらいまでしか優位性を示せなかったということは、今挙げた通りで、高齢の男性にはシアミロイド質の罹患率が高いという可能性が高いので、まあ、この 45% 以上の患者さんにはシアミロイド質が多く混在していたことが、まあ、このような性差を生んだという一つの見方もできるかもしれません。で、シアミロイド質の患者さんへの薬物治療ですけども、シアミロイド質の患者さんに限定して OMT の有用性を検討した試験というのはなくてですね、こちらガイドラインから持ってきた文章なんですけども、少し読み上げるとですね、シアミロイド質では拘束性の障害に基づき1回発出量や血圧の低下をきたしやすいと ASRB、ベータ、MRA といった神経体液性調節性の薬は拡張機能障害例の予後改善に寄与するかは判然としないばかりでなく心拍質や腎機能障害といった副次作用を生みかねないということで、まあ、そもそも PEF に対する OMT というのは有用性を示せていない中で、その中でもシアミロイド質の患者さんというのは、まあ、この OMT を投与することが時に悪になるのではないかということが、まあ、エキスパートコンセンサスレベルですけども言われているということです。で、まあ、このような背景になったこれまでの研究がありまして、シンアミロイドースに対する OMT が時に悪となるではないかということなんですけども、こちらブシンドロールっていうベータブロッカーですね、の一種になりますけども、こちらのヘフレフ患者さんに関して有用性を検討した試験で2001年のニューイングランドなんですけども、まあ、当時ベータブロッカーが、次々とヘフレフに関する、有意性を示している中でこのベストトライアルというものはベータブロッカーなのにヘフレフ患者さんで優位性が示せなかった試験になります。で、こちらのサブ解析見てみると、黒人と非黒人というところで、薬の効果を見てるんですけども、非黒人では、ベータブロッカーというのは有用性を示せたんですが、黒人に関して見てみると、一応またいでしまっていて、むしろプラセボベターの方に傾いてたという試験があります。で、これなんでなのかっていうのが、後に検討されてまして、こちら黒人と白人でシアミロイド質の合併率ですね、遺伝子異常の変異を見た報告になるんですけども、まず上のピンクの方を見ていただけると、このカウカシアンというのが白人でアフリカンアメリカンが黒人ですけども、まあ、生まれた時点でアミロイドのトランスサイレチンの遺伝子変異を見てるんですが、この率を見てみると黒人の方で白人に比べてこのトランスサイレチンの遺伝子異常が多いということです。でベストトライアルの、対象になった患者さんで見てみると60歳以上の患者さんでは実に、1割ですね 10% の患者さんにこのトランスサイレチンの変異を認めたということで、まあ、やはりこれ戻って考えてみるとこの黒人の中にシンアミロイド質の患者さんがかなり含まれてたと。でその患者さんが、にベータブロッカーを投与することが、まあ、有用性が全くなかったということで、まあ、それが足を引っ張ってこのような試験の結果になったんじゃないかということが言われていて、まあ、やはりシンアミロイド質の患者さんが、OMT のトライアルに入ってくる多く入ってくるということが、まあ、一つ結果をこう有用性を示せない原因の一つになるんじゃないかということが言われています。でここまでのまとめになりますけれども、HEFPEF のトライアルでは未だ有効な薬物治療が示せていなくて、HEFPEF っていうのはヘテロな集団ですが、その中でもシンアミロイド質は特に予後が悪い疾患であるということです。で形態的にシンアミロイド質を見分けるのは困難で、シンアミロイド質の薬物治療は時に悪になるという可能性があって、まあ、過去の HEFPEF トライアルでは、シンアミロイド質の患者さんが一定数含まれていることが、まあ、治療の有用性を示せなかった可能性ではあるのではないかというのが今回の論文になります。で、まあ、今回の論文の目的は過去のヘフペフを対象とした治療薬トライアルに含まれる可能性のあるシンアミロイド質患者さんを抽出して予後を検討することとなっています。で過去のヘフペフトライアルのデータベースから、後ろ向きにシンアミロイド質の患者さんを抽出するということはもはや困難なので、この筆者たちが考えたのはこのような方法で、筆者らが持っているシンアミロイド患者のコホートのデータですね、
317人が登録されているコホートのデータを過去のヘフペフトライアルのインクルージョン・エクスクルージョン・クライテリアに照らし合わせて、まあ、このデータの中で過去のヘフペフトライアルに入れる可能性があった患者さんというのを抽出しています。で、この患者さんと過去のヘフペフトライアルの患者さんというのを比較することで、検証を行っています。で、論文では各トライアルで見てるんですけども、かなりデータが煩雑なんで、MRA のトップキャットとアーニーのパラゴンに注目して今回解説をします。で、まず EF に関して、データベースから患者さんを抽出していて、今お話した通り317人のデータベースの中からトップキャットとパラゴンは EF45% 以上の患者さんが、インクルージョンされましたので、その患者さんを見てみると240人の新アミロイド質の患者さんに絞られました。で、この240人の EF45% 以上の患者さんで、まあ、このパラゴンとトップキャットのクライテリアに照らし合わせて、どれぐらいの患者さんが該当するのかということで抽出を行ったところ、この EF45% の患者さんのうち、トップキャットのクライテリアに該当する患者さんが 51%、パラゴンのクライテリアに該当する患者さんが 50% と、まあ、これだけ多くの患者さんが、新アミロイドースのデータベースからこれらの試験に入れる可能性があったということが分かります。で、こちらトップキャットのインクルージョンクライテリアなんですけども、まとめてみると年齢が50歳以上で心不全症状があって EF が 45% 以上で12ヶ月以内の心不全入院歴があって BNP が100以上と、まあ、これ見てみると分かる通りで新アミロイドースの患者さん容易に該当することができるということが分かります。で、エクスクリュージョンを見てみると、まあ、このような疾患が全く取り除かれてないかと言われるとそんなことはなくてですね、まあ、一応ノンインフィルトレイティブ、まあ、カーディオマイオパシーということで、基地の浸潤性の心筋症、アミロイドーシス、サルコイドーシス、ファビリ病などの疾患というのは、まあ、一応除外されることになっているんですけども、まあ、この基地のというところしか定義されてなくてですね、まあ、試験に参加するときにすでにアミロイドーシスの診断がついている患者さんのみが除外されているということで、まあ、先ほどのバックグラウンドをお話した通りで新アミロイドーシスの未診断率が高いということを考えると、まあ、やはり除外しきれていないのではないかということです。で、こちらは、パラゴンのインクルージョンとエクスクルージョンのクライテリアなんですけども、まあ、やはりヘフペフっていうのはヘテロだということで、まあ、薬の有用性を示すための試験では、時代とともにですね、かなりインクルージョンとエクスクルージョンのクライテリアが細かくなってきていて、まあ、こんだけのエクスクルージョンクライテリアが挙げられてるんですけども、まあ、クライテリアは増えてるんですが、まあ、先ほどのパーセンテージ見ていただければ分かる通りで、パラゴンでもやはり、新アミロイド質の患者さんは除外が完全にはできていないということが分かります。で、まあ、こちらがまあメインの結果になるんですけども、これがトップキャットのもともとの、オールコーズデスのカプランマイヤーになるんですけども、まあ、今回新アミロイド質のデータベースからトップキャットのクライテリアに該当する患者さんのカプランマイヤーを並べてみると、まあ、見ていただいて分かる通りやはり新アミロイド質でトップキャットの試験に入れる可能性のある患者さんの予後というのはまあ非常に悪くて、まあ、このような患者さんが含まれているということがやはり試験の結果を引っ張っているんじゃないかということが分かります。で、さらにまあこの秘書たちはですね、このヘフペフのトライアルで、新アミロイドーシスの患者さんをまあうまく除外できるあのカスケードというのを紹介していて、まあ臨床上のデータだとか採血だとかエコー上のデータ、先ほどお話した形態的な特徴なんかで、まあ、新アミロイド質の疑いがあるような患者さんっていうのはピロリン酸シンチグラフィーとライトチェーンアセですね、 M タンパクの検出の試験を行うことによって、新アミロイド質の患者さんを除外できるんではないかということを提唱していて、まあ、今後のヘフペフのトライアルではこのようなカスケードを用いて効率的に新アミロイド質の患者さんを除外できるする必要があるのではないかということを言っています。で、こちらは日準のガイドラインですけども、まあ、こちらでも同じようなことが書かれていて、これ新アミロイド質の診断のカスケードなんですけども、やはりまずはですね、身体所見だとか心電図、心エコー、採血なんかの所見を持って新アミロイド質の可能性のある患者さんには M タンパクの検出とピロリン酸シンチグラフィーをやることが推奨されています。で、この右上のところを見てみると、ピロリン酸シンチでグレードゼロ、
M タンパクの検出がないというところが揃うと、新アミロイド質は否定的ということが言えるので、まあ、このようなものを見てみても、この2つの試験をやることで、まあ、除外はかなりしやすいんじゃないかなということが言われています。で、一応この診断の ROC も書かれていて、エリアナザカーブが 0.94 ということで、まあ、特に感度が高いというところが注目すべきポイントで、この2つの検査を組み合わせることで、HFPEF のトライアルから、新アミロイド質の患者さんを除外しやすいということが言われています。で、まあ、除外だけではなくてですね、新アミロイド質 の診断がしっかりつけば、現在はこのトランスサイレチンが蓄積する ATTR の新アミロイド質にはタファミジスというものの治療の有効性が報告されてますので、まあ、そのような患者さんの有効な治療につなげることもできるのではないかということです。まとめになりますけども、過去の HFPEF のトライアルでは未だ有効な薬物治療は示せていません。で、その原因としては HFPEF はヘテロの集団であるということが言われていますが、その中でも新アミロイド質は、まあ、特に予後が悪いということです。で、新アミロイド質の心不全治療薬は時に悪となるということも、まあ、これまでの結果の有用性を示せなかった一つの原因ではないかということが言われています。で、これまでの HFPEF トライアルでは新アミロイド質の患者さんが一定数含まれている可能性があります。トライアルに新アミロ、入りうる新アミロイド質の患者さんの予後というのは不良で、まあ、このようなことが試験結果に影響を与えている可能性が示唆されました。今後の HFPEF トライアルでは新アミロイド質除外を念頭に置いたクライテリアが必要なのではないかということです。で、リミテーションですけども、アミロイド質の患者さんが集まる特殊なセンターでの広報と今回使用していますので、まあ、トライアルを行った患者さんの群とは少し異なるということが一つ。また、トライアルの生データを用いているわけではないので、この結果から実際にどれぐらいの新アミロイド質の患者さんが含まれているかというのは分からないというところがリミテーションです。こちらが結論になります。以上になります。はい、ありがとうございました。非常に分かりやすくまとめていただきましたけれども、HFPEF の治療が全然うまくいかないのは、その中に非常に予後の悪いグループが紛れ込んでいて、でそれが新アミロイド質ではないのかということですよね。で、全くだから新アミロイド質って、普通の心不全と治療法が全く違うので、逆に従来の心不全治療っていうのが、悪い効果を示してしまう可能性があるということを、まあ、ベストトライアルを引用して、まあ、お話をしてくださいましたけれども、基本的には今日お話をしてくれたアミロイドーシス、新アミロイドーシスというのは ATTR のワイルドタイプがメインという考えでいいですか？そうですね、ATTR のワイルドタイプがメインなんですけども、うん、一応この心不全のコホートデータ自体は AL とかも含まれているコホートのデータになります。うん、なんていうか紛れ込んでしまうようなそのアミロイド質の患者さんは、まあ、やっぱり、まあ、確率的には ATTR のワイルドタイプが多いけれども他のまあバリアントとか AL アミロイド質も一部入っている可能性があって圧倒的に予後の不良を引っ張っているのは AL の可能性もあるっていうこと。そうですね、はい、わかりました。そう、一番最後の、じゃあ、はい、そういうことですか、分かりましたっていうことだけではなくてですね、じゃあ、どうやってその弾いていくかっていうか、選別していくか、まあ、それこそフェノタイピングがどうするかっていうことになると思うんですが、やっぱり我々が一番初めにタッチして選別するのっていうのは、エコーかなと思うんだけれども、すごくその中核が飛行してて、まあ、キラキラしてるとかっていうことであればですね、それっぽいなっていうふうに思うわけですが、そうじゃない場合、いきなり電気度だとか、あとそのなんだっけ、もう一個、まあ、画像的なですね、スクリーニングってちょっといきなりは難しいと思うんですけど、実際はどうやって日々の診療の中で省いていけばいいですかね。まあ、一つ、やっぱり AL と ATTR のバリアントは、まあ、やっぱり家族歴とかっていうのを詳細に調査するっていうのがポイントで、で、ATTR のワイルドタイプに関しては、かなりやっぱり手根管症候群の合併が多いっていうことが言われているので、まあ、なかなかやっぱそこまで気が回ってないことがほとんどですけども、やっぱりアミロイドが心臓だけじゃないところにも沈着するっていうところが疾患の特徴なので、その辺の身体所見をしっかり取るということですね。
心臓に関しては、まあ、やっぱり心電図とかエコーとか、やっぱ BNP がかなり高値になりやすいだとか、トロポニンが陽性になるっていうところも一つ特徴なので、その辺でピックアップするのが、効率的かなと思います。なるほどね。まあ、現実的にできるかどうかちょっとわかりませんけれども、ちなみにヘフペフ患者さんのうち、まあ、全部、すべてのヘフペフ患者さんのうち、アミロイドーシスって何パーセントぐらいいるんですか？そこは正確なデータがまだないみたいですね。結構探したんですけど、まあ、明らかに数字は示しているものないんですけど、うん、まあ、これ冒険例で見てみると、まあ、80歳以上だと4割ぐらいが心臓にアミロイドが沈着しているということで、まあ、これただ4割の患者さんがこれが臨床上問題になっているってことではないので、まあ、4割いるってことではないんですけれども、まあ、この数字を見るとやっぱかなりの数いるんじゃないかなと。一つの文献では大体 10% か 15% ぐらいはいるんじゃないかなってことが言われてました。これはなんていうか、ヘフペフっていう診断でお亡くなりになって冒険した人っていうことになりますよね。だから、なんだろう、あ、ヘフペフっていうか、ごめんなさい、心不全死とか心血管死。そうですね、ヘフペフに限ってます、これは。うん、なので、ヘフペフ患者さんって心臓で死なないことの方が多いじゃないですか。そうすると、心臓まで本当にアミロイドの沈着まで見てるかなっていう感じはあるので、FF 患者さんで心臓で死んじゃうような人っていうのは、もしかしたらアミロイドの沈着が、アミロイド質があるんじゃないかっていう推察もできますかね。そのような患者さんはもっともしかしたら多いのかもしれないですね。はい、わかりました。塩谷先生、どうぞ。あ、すみません、ありがとうございます。面白かったです。一個質問なんですけど、アミロイド質によって心不全になる基準っていうのが拡張障害なのであれば、結局他のペフのフェノタイプも同じような基準で心不全になっていってるっていうふうに考えていいんじゃないかなって思うんですが、それなのになぜそのベーシックドラッグがアミロイド質に効きづらいっていう、そういうまあお話になってくるのかっていうのが疑問なんですけど。ありがとうございます。その心不全の発症基準としては、拡張症トランスサイレチンが蓄積して拡張障害を示すってところは同じかと思うんですけども、やっぱり進行性の疾患であるっていうところが一つと、あと、まあ、言われてるのはやっぱり末梢神経とか神経にもこのトランスサイレチンが蓄積していくので、その何ていうかな、例えばたきらなきゃいけないときにたきれないっていう患者さんが心アミロイド質では多いんじゃないかということで、そういう患者さんにベータを入れちゃうと、まあ、よりやっぱりそういう反応を阻害するんで、特に悪い影響が出やすいんじゃないかっていうのが考えになってます。交感神経活性を抑えるのは良くないけど、なんかなんとなく僕の印象ですけど、なんかラスケを抑えるのはなんかそんな悪いことしないような気がして、そこにてどうですか？どうですかね。まあでもやっぱりその緊急事態にラスケがこう更新できないっていうのも一つこう死を早めるポイントになるんじゃないかなと思いますけど、抑えすぎちゃうってことですか？そうですね。うん、分かりました。まあ、ただちょっとなんか悩ましいのが、例えば、まあ、なんかタマホクでもワイルドタイプはやっぱ何かチラチラ見たりしてるんですけど、なんか結局そういう人ってAF 多期合併したりとかして、なんかベータを入れざるを得ないこととかよくあったりするんですよね。で、カルシウムブロッカーもやっぱりアミロイド質入れづらいので、そういう時ってどうすればいいんですかね。どうですかね。まあでもやっぱりそれで AF 多期が問題になっちゃうんであれば、しっかりまあベータ入れるしかないと思うんですけども。まあ、その病気の進行によってやっぱ耐えきれないっていうフェーズに入ってるところを見逃さないっていうのが、まあ、実際の治療では重要なのかなと思いますけど、なかなか結局ペ、そうですよね。結局ペフの患者さんでベータ入れるときってなんか入れざるを得ないときにしか入れてない気がするんで、なんか難しいなって思いました。すいません、ありがとうございます。高田先生からですが、世界と日本でのアミロイドーシス、新アミロイドーシスの有病率っていうのは分かってますかっていう質問ですけれども。ごめんなさい、ちょっとデータはありましたけども、ちょっと数字は覚えてないですね。はい、結構、そのアメリカでは黒人種に多いとかっていうことが言われてるのと、日本でもまあ何県と何県と2つぐらいピックアップされてましたけど、その辺にこのバリアントは多いっていうのは分かってます。地域差が一応ある。それ遺伝性ってことですか？遺伝性の方ですね。なるほど。透析患者さんは ATTR のバリアントに入りますかという質問ですけれども。どうですか？確かこれ入んなくないですかね。入んないですかね。
確か透析のアミロイド沈着ってあんまり心臓に行かないって多分そのガイドラインに載せてる気がするんで。ある。ちなみにアミロイド質、まあ、初めはヘフペフで見つかることがあるのかもしれませんが、その後エフレフになるんですか？一応ですね、これアミロイド質の全体像を示してるんですけども、まあ、やっぱりステージ D とかになってくるとレフになってきて強心薬が必要になるって患者さんがほとんどみたいなんで、うん、F にはなってくるみたいです。なるほど。あのタファミジスの効果見せていただきましたけれども、かなりそのこう、まあ、ちょっと使って時間が経ってから、まあ、慣れていくわけですよね、まあ、1年半か2年ぐらい経ってからっていう形になりますが、これは治療だから早く診断して早く始めないといけないっていうことになるわけだと思うんですけど、これどのタイミングで始めればいいですかね。ああ、薬の介入。そうですね、うん、新アミロイド質で、症候性になった患者さんが適用だと思うので、うん、まあ、ただその治療の介入時期が遅れるとこのタファミジスが有用性示せないっていうのは、まあ、このカプラマイから見て分かる通りで、うん、まあ、なるべく早いタイミングでの介入はやっぱり必要っていうのは、うん、やっぱり結構その多分我々が想像しているよりもいるっていうことは、まあ、よく分かるんですけど、やっぱ診断ツールっていうのが簡便な診断ツールがなかなか難しいということと、やっぱりペフが多いっていうことと、症状が出るまでなかなか介入しづらいっていうことと、お薬がないっていう、あんまりないっていうことと、高いっていうこと、それから、この、まあ、あるお薬でもですね、有効性がかなり遅れてから出てくることっていうようなこと、まあ、もろもろがですね、まあ、まあ、このヘフペフの予後の改善をなかなか、妨げてるかなという感じがしますよね。例えば DCM、医療の DCM なんかだと、もう初めから、っていうか、生まれた時から、まあ、心臓の動きが悪いわけじゃないですか。だから、それに、画像を見てみれば、まあ、すぐに診断できるし、ほっとけば予後が悪いっていうことが、まあ、わかっているし、かつ、まあ、いろんなお薬を併用すると予後が改善するっていうのもわかっているから、まあ、だから、まあ、もともと心不全はヘフレフだったわけですが、やっぱりその、なんていうかな、歴史をもうちょっと積み重ねていかないと、このヘフペフ、まあ、ひいては、心アミロイド質っていうものの予後改善しづらいのかなっていう感じがしますよね。さて、他に何かありますか？渡辺先生、どうぞ。ありがとうございます。まあ、質問じゃないんですけども、やっぱりヘフペフの、フェノタイプ、タイプ別に考えなきゃいけないっていうのはすごく大事だなというのを理解できました。で、まあ、ただ、アミロイドシスだけじゃなくて、まあ、他にもいっぱいいろんなタイプがあると思うので、それぞれでやっぱりタイピングしないと、じゃアミロイドシス除外しました。じゃあ、AF と HHD は一緒で考えていいですかって言われると、やっぱりちょっと違うと思うし、やっぱそういうところが難しいなというふうに感じました。なので、まあ、EF だけで考えちゃいけないというか、そういうことの、まあ、教訓かなというふうに思いました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。長谷川先生、リズムの観点からコメントもらってもいいですか？ありがとうございます。結構 PEF の人、やっぱり AF、まあ、最終的に合併する人が多いので、まあ、なかなか、まあ、難しいかなと思っている。例えば最近 HCM の人なんかもう AF アブレーションしてももう 20% ぐらいしかサイナスメンテナンスできないとか、まあ、そういうのもあるので、まあ、PEF でもやっぱアミロイドーシス、HCM、HHD とか、まあ、そういうのでもやっぱその AF の発症率とか予後とかも変わってくるので、まあ、今後そういうところも含めて、まあ、検討されるべきじゃないかなと考えました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ヘフペフの大規模ランダマイズ試験に関わっている柴橋先生、最後にコメントいただいていいですか？ありがとうございました。ですね、ヘフペフなんか、なんて言えばいいんでしょう、ヘフペフの中にとんでもない致死率の病気がいるから、早期発見が一番大事だと思うんですけど、 M タンパクと V3 新地がそんなに
僕たちが汎用してる主義じゃない、あの検査じゃないと思うんですけど、そうなんだよね、MRI ってどれぐらいの感度があるのかなと思ったんですけど、どうですかね。ありがとうございます。ちょっと MRI のその感度の数字まではお示しできないんですけど、まあ、あの特徴的な所見が得られることもあるんですけど、やっぱり感度あんまり高くないっていうような感じで、このスクリーニング検査のところに含まれちゃってて、先ほどお示しした形態的特徴で、やっぱり HCM とか HHD だとかと、あの完全に判別することは、あの MRI だけだとやっぱ困難みたいなんで、まあ、もう一歩踏み込まなきゃいけないっていうことですね。あ、そうなんですね。なんか、いやもうレフには MRI をするのはなんかもう今必須のツールになってて、レフにも MRI が必須で、それで見分けれるのかなとか思ってちょっと聞いてて、なんか前山本先生が発表した時には、MRI が結構いいんじゃないかって話であったような気もしたんですけど、なんかあんまなんですね。やっぱり新地とかには全然勝てないっていう形ですかね。はい、ありがとうございました。今日はヘフペフについて、まあ、アミロイドーシスがその一つの予後不良の因子であるかもしれないという観点でお話をいただきました。まあ、こうやって知見を積み重ねていけばですね、まあ、将来的には、まあ、なんとかなるかなという感じもしますし、今松江先生とかと一緒にですね、我々も、アミロイドーシスの共同研究をやらせていただくことになってますので、またその結果を、から何か学ぶことがあればなというふうに思いますけれども。ということで、今日もコロナに気をつけていってらっしゃい。